レッドゼッペリンレインソングライブバージョン曲の最後の方でございます。これは最初は、7フレットの人差し指の正波に小指が9フレットに来ます、ね、でちょっとスライドしながら、で今度は小指が1弦の7フレットで、5フレットが人差し指の正波ですね。ここで薬指を3弦の7フレットに持ってきたりしますね。で次は、何回か出てきました、歌のところで出てきますが、中指が5弦の5フレット、そして人差し指が4フレットを制覇で、薬指で1弦の5フレット、こんなコードですかね。まあ、こんな感じ で、次がこれですね。今度は2フレットが制覇で小指は4フレットです。こんな感じで、また戻ります。で今度は上がっていきます。次は薬指が5弦の7フレットに来てます。あとは人差し指の 5フレットの制覇と1弦が小指ですね。ちょっと深みを出してます。今度は中指で8フレットまで来てます。ここは中指は8フレット、そして人差し指で7フレットの制覇で8フレットになってます。1弦の。でまた、薬指で10フレット。で今度は8フレットの人差し指制覇で小指、10フレット1弦ですね。で最後だけ小指が12フレットまで、最初はまあこういう感じですね。そこで今度ピックを口に加えます。そして実はこのフィンガーピッキングになるんですね。という感じです。じゃーん。その後加えて。ここは4弦の7フレット薬指、そして6フレットは3弦で中指、2弦の5フレットは人差し指で1弦は開放ですね。こういう感じでフィンガーピッキングですね。次は親指で4弦の開放と同時に小指で7フレット、フォームはこういう感じです。薬指は3弦の7フレットで2弦の6フレットに中指が来てます。そしてプリングです。で次はですね、次は 2フレットを弾くだけですね。あとは解放。次は小指が5フレットになります。1弦の。で全部親指が4弦の開放を鳴らしてますね。通していきますと、そして人差し指を5弦の5フレットで、中指が2弦の5フレットですね。で下がっていきます。で、最後だけ1弦を2フレット押さえます。薬指で。ハンマリング&プリング。最後は2フレットを中指で
こうモジュレーションって言いましょうか、なんかそんな感じになってます。こことこう同じ音ですよね。ちょっと通しますと、これ開放も鳴ったままですね、やるのがいいと思います。最後は14フレットだと思いますけど、 A のハイコードというか、それをこんな感じで、でこの時にこのダブルネックギターを高々と上げると、ですね、そういうパフォーマンスがありますね。まあそういうところでございますかね。これは映画でのレインソングの演奏シーンですが、実はこれは、実際のライブ映像ではなくて、そのライブの翌年に改めてスタジオで撮り直したという経緯もあったようでございますですね。まあこのレインソング非常に美しい曲でございますので、まあアコースティックバージョンも素晴らしいですが、このライブ版エレクトリックバージョンも非常にかっこいいということですね。まあ私も含めて、まあ頑張っていきたいなと思います。ではまた会いましょう。 See you next time.